E1 も無事に優勝で終わったわね。よかったよかった。そんなんだから JFA の思い通りになるんだよ。む。何よ。きちんと何が良くて何がダメなのか振り返らないと、今までどんだけ同じこと繰り返してきてるんだ。今回は E13 試合を振り返っていこう。でも優勝は良かったじゃない。良かったけどこの大会は優勝することが目的だったのか？じゃあ、初戦の香港戦から行きましょうか。スタメンはこんな感じだけど。まあ、とにかく、あまりにも弱すぎたな。まあ、これは大会前から言われていたことではあったけど、韓国以外弱すぎる。にしても弱すぎたけど、何を語るにしてもこの弱すぎたことが切っても切れない。ボールへの寄せもプレスも、人への寄せ、マーク。どのプレイもこれらがひどかった。極めつけはお笑いキーパーまでいたし。まあ、お笑いレベルではあったけどさ、それでも6得点は評価できるんじゃない？そうだな。過去に同じ香港戦で大量得点を期待されながら PK の1得点だけって時もあったし、意外と大量得点期待される試合で大量得点するって難しいからな。あんまりレベル差あるともう開き直って守備固めたりしてくるし、難しいわよね。だから6得点ってことは素直に評価すべきだろうな。守備がひどすぎたとはいえ。あとは韓国戦もだけど、この試合もマリノスがベースになってたわね。そうだな。まあ、さすが J リーグ首位にいるだけあるなって感じだな。特に中盤よね。藤田、岩田、水沼、西村。もちろん相馬、町野も良かったが、マリノスってことで言えばそうなるな。J リーグの日程なども考えてのマリノスで固めたと思われるが、フォーメーションは疑問が残った。え？それこそマリノスに合わせたんじゃないの？ 4-2-3-1。私もそう考えていたんだが、次の試合でも 4-2-3-1 にしてただろ？そういえばそうね。次の試合は広島ベースだったわけで、それなら3バックにするよな？そうよね。この試合がマリノスベースでこのフォーメーションなら、次の試合は広島がやってる3バックじゃないとおかしい。私は大会期間中もいつもと同じ疑問を抱いていた。いつもと同じ疑問？森保監督の一貫性のなさだ。私たちが森保監督に対して何がしたいかわからないという感想を持つのは、この一貫性のなさから来るものだと思う。結局何がしたいの？っていう。マリノスも広島も関係なくダブルボランチの 4-2-3-1 にした理由がわからないわね。マリノスも広島も関係ないなら普段の 4-3-3 でいいやん。ってならないか？これでは何の参考にもならないよな。ちょうど広島の話が出てきたから、次の試合と合わせて見ていきましょうか。このチャンネルはこんな感じで日本代表専門なので、興味がありましたらチャンネル登録、高評価お願いします。中国戦に関しては悪い面しか記憶にないわね。まあ、内容も結果も寒いものだったな。全試合とは総入れ替えになって、マリノスから広島ベースになったわね。まあ、スケジュール的にそうなるのは私は仕方ないかなと思うし、そこは理解を示すんだが、先ほども話したように、それならばなぜ 4-2-3-1 を継続したのか。私はこのことが一番気になった。3試合ともな。いろいろ気になるところがある中、フォーメーションが一番気になったの？もともとこの大会の立ち位置の微妙さがあるにしても、試すことって結構決まってたと思う。アンカーの控えどうするのかとか、大迫以外のワントップどうするのかとか。これは海外組主体の日本代表の問題点で、そこに当てはめられる選手を探していたと思う。まあ、そうよね。選ばれる可能性があるとすればその辺のポジションでしょうし。じゃあ、なぜ海外組主体の日本代表でやっている 4-3-3 じゃなくて 4-2-3-1 なのか。マリノスのメンバーでうまくいったから継続したのかな？この大会って優勝や勝つためにやってたのか？韓国戦後からかなり気になってたんだが、この辺を大きく勘違いしてる人が多い。大事なのは優勝や勝利じゃなくて、この大会から海外組主体の日本代表にどう融合できるか。それができないなら無意味だと思う。確かに優勝は気持ちいいけど、一番はここからどうなるかよね。そう考えた時に 4-2-3-1 ってやっぱりおかしいと思う。特にこの中国戦に関してはいつもの森保監督の癖が出てる。フォーメーションに選手を当てはめる考え方。南の左サイドみたいなやつね。ダブルボランチで二人埋まったから、脇坂をトップした。とりあえず森島左サイド。それってどうなの？選手の特性考えたフォーメーションを考えるのも監督の仕事じゃないかな。特に森島なんかはやりづらそうだったわね。メンバー違うのに同じ問題起こすのはある意味才能だな。南野と森島が重なって見えたぜ。例えばここを 4-3-3 にするだけでも違っただろうな。アンカーは橋本もの津田もできるし、ディフェンスラインなんかを見ると、どうぞ3バックやってくださいって見えるし。森保監督が大好きな佐々木が一番被害受けてるの本当に草。そんなに佐々木が好きなら私たちを黙らせるために、3バックの左で使ってやれ。本当に。
佐々木がかわいそうすぎる。結局こういうフォーメーション重視の考え方をしている限り、海外組主体の日本代表に融合なんてできるわけがない。この中国戦に関して言うと、サンフレッチェ広島ベースだけど、システムは広島がやってる3バックではないこと。さらに、森保監督がフォーメーション重視の考え方をしているため、適正ポジションに選手が配置されず、チームとして崩壊していたってことね。そう。選手の技術面のミスもあったし、海外組主体の日本代表とは違って選手にも問題はあった。だが、それ以上にやっぱり監督に問題があるよ。この広島ベースとマリノスベース、両方を語るために最終戦の韓国戦を見ていこう。韓国戦ってどう見た？韓国戦に関してはこちらでやってるので見てほしい。そこで語っていたことと別な話をすると、結局、これマリノスやん。まあ、ほぼマリノス対韓国みたいなものだったわね。まあ、わかる部分もある。中国戦の低たらくから韓国戦で使える選手なんているはずがない。これは個人的に見たかったことなんだけど、この先発以外の組み合わせを見たかった。確かに韓国戦うまくいきました。けど、それってほぼマリノスだったからで、メンバー変わったらどうなるの？ってのは見えなかった。ここから海外組主体の日本代表に融合するにしても、結局はマリノスのメンバーがいたから機能したんじゃないの？って疑問は出るわね。ダブルボランチなんかそうだよな。岩田、藤田のマリノスライン。そして水沼などのリーダーシップで機能していたところが大きい。改めてダブルボランチにした意味がわからない。この試合が良ければそれで良かったのか。ダブルボランチは相方との連携によるところがかなり大きいわよね。やっぱり勝敗なんかよりは、4-3-3 とかで現実的なことをしてほしかった。仮にボランチで誰か呼ばれても機能せず、やっぱり国内組は、とか言われる未来が簡単に予想できてしまう。マリノスラインじゃなくてもどうなるか、それを試せなかったのは致命的だと思う。一番はこの試合の意味が大事ってことかしらね。勝つためじゃなくて、ワールドカップに向けての試合だったはず。そう。他の動画では絶賛してるから、ここでは現実的なことを言うよ。この3試合で試すべきこと試せたのかな？でさ、私は 4-2-3-1 の時点でそれができていないと思う。何のための大会だったのかな？もちろん、急増チームで優勝したのは素晴らしいことだと思う。でも、中身を見た時にこれって本当に正解だったのかは議論すべきね。本当に急増チームで優勝したのは素晴らしいと思う。歴代でも毎回ひどい試合と結果を見せられてきたし。だからこそ、意味のあるものにしないと。皆さんはこの3試合どう感じましたか？気軽にコメ欄に。すべての答えは次の代表戦かしらね。そうだなぁ。ここまで言っといてなんだけど、この段階でどうこうってのはもう難しいからな。それよりも、チームとしての完成度を高めることの方が重要だ。もともと E1 自体取り上げるか迷ってたけど、中国戦があまりにもあれだったからなんとなくやっただけだしね。本当に普通ではネタにならないようなこともネタにしてくれる森保監督、私は好きだぜ。普通の監督なら中国戦なんて誰も話題にしないけど、さすが森保監督。カリスマね。いや本当にネタが尽きないから森保監督は好きだ。もうどうせ最後まで森保監督だし、開き直ってエンターテインメントとして楽しむことにする。森保監督は某、夢の国だった？それではまた次回、オウミ一報。